アニメウォッチ。皆さんこんにちは、ゆずです。今回はアニメリアクションです。経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話、エピソード03、経験済みな君に経験ゼロな俺がサプライズする話。始まった。クロスマリアな。ああ、クロスマリアか。めっちゃ可愛いな。そっか、主人公が中学の時に告白したいというか、中1の時の告白して振られた女の子だ。告白して振った女の子だ。今は白川さんがいるからな。極力関わないようにしよう。先生、内田もあるな、これ。うっちーか。やっぱうっちーの声いいわ。主人公と席が隣同士になってるか。オープニングに入った。おレビューテンダー。あれ、なんだか私おかしいな。テンダーした君と行こうよ。やっぱ内田真也の歌声もいいな。ずっとずっとそばにいよ。これが恋なんだね、教えてくれたあなたが。覚えてた。クロスさん覚えてた。 A パートに入った。うん、クロスさんやっぱりリュートのこと覚えてたか。中学が同じか。黒沢さんと距離を取る。まあ賢明だよね。白川さんいるし。さあ、ここからどうなっていくか。ここからどうなっていくか。
やっぱ転校生はやっぱ人気者だな、最初は。転校生あるあるじゃん。ニコル。つらかしな。ハンバーガーショップ。打ってからニコルとリュウとあんま目合い組み合わせだよね。誕生日か、ルナの誕生日か、白川さんの。ギャル怖え。わかった？ルナの誕生日。ルナのいないとこにしたかったのね、やっぱ。友達思いだな、ニコル。今度は俺がサプライズか。パッサリ。ちゃっかり写真撮ってるやついるな。おはよう、白川さんだ。そうだけど。これまハンバーガーショップのニコルとの写真だ。ああ。ああ。じゃあ学校行くね。やっぱ白川さんかわいいな。焼きもちも焼いてあんな顔もするんだ。お、誕生日デートだ。白川さんと。原宿じゃん。本当だ。タピオカ専門店。
タピオカ。ルナはタピオカめっちゃ好き。タピールね。山田さんが言った通り。竜と残りね。タピオカ地図だ。すご。一 週間でたくさん原宿来てたんだ。この一週間、原宿に来てたんだ。何杯タピオカドリンク。何杯なんだかわからないか。何だかわからない。めっちゃ語り出すじゃん。めっちゃ勝てる。タピオカ評論家になってんじゃん。白川さんドン引きじゃん。白川さんのためにたくさんお店調べたんだ。タピオカの。デュエットやる。タピオカミルクティーツアーだな、原宿で。タピオカにタピオカ。要はタピオカばっか言って飽きないね。一口。関節キスだ。チーズフォームとガーデンの。タピオカミルクティーあるんだ。関節キスだね。時間差。竜 太顔真っ赤。めちゃくちゃ幸せだ。めっちゃタピジュした。あ、黒瀬さんの話か。
プレゼント。タピオカ地図か。誕生日プレゼント。所持金1000円か。これくれる？タピオカ地図か。世界に一つしかない。世界に一つだけしかないし。愛の証か。また一緒にタピオカデートしてくれる？ありがとう、リュウト。最高の17歳か。初日。17歳初日か。B パートに入ったぜ。あ、学校だ。白川さんの悪い噂だな。白川さんの根も葉もない噂だ。腹黒。デートの時一切財布出さない。校舎、屋上か。ニコル、ニコル。あんた相当変だね。まあ、黒瀬さん、ニコルもやっぱ友達思いだな。黒瀬さん、クッキーだ。鹿島くん、
やっぱ覚えてたんだ、告白の時の。へえ、急展開。お、白川さんと男子サッカー部の男子生徒かな。お、告白した。秘密。人に言いたくないな、相手ってこと。まあ、ちゃんと彼氏がいると断ってんな。秘密は守ってるし。白川さん優しい。白川さんかっこいい。うん、日直か今日。わがまま白川さんが。自分の都合で男を振ります。噂の発生源はこの子か。黒瀬さんか。
リュートが反応した。うん、そうだよ。白川さんいい子だよ。黒瀬さん、怒ると怖いな、ちょっと。俺が白川さんの彼氏だ。カミングアウトしちゃった。白川さんもみんないる、みんなもいる中で。エンディングに入った。クソくらいかなるなぁな気がした。そうみたいだね。そうまたまた同じような日が続いていくんだろうな。ああもう憂鬱だな。と我が身だけに浮かぶ月は今日も照らすやつ。ああもう抜けたぐらいなの泣きがつらいのこむねんやなの今夜にだとくもは君の笑顔なんだ。予告に入った。嫉妬か。経験済みな君、経験済みな君が嫉妬する話が終わりました。君ゼロの第3話かな。うん、西川さんの誕生日デートも結構うれしくて甘くて続く、楽しかったなと思うし、後半だよね。黒瀬さんがちょっと暗躍しててで、第4話どうなんだってところで終わったんで、第4話また気になりますね。また4話のリアクションまた撮っていきたいと思いますんで、楽しみにしててください。以上、哲也でした。